ロシア軍では2022年2月24日からのウクライナ侵略戦争において、主力戦車として T-72 と T-90A を投入していたよね。だが戦車戦よりも市街戦が多かったことから戦車本来の戦い方ができず、これら戦車の多くを撃破されたり路獲されたりしているらしいぜ。さて今回はロシアの新型戦車について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍では開戦から1ヶ月までの間の主力戦車の損失が大きかったことから、T90 の最新型である T90M プラルイブも投入されたが、5月には撃破された画像がインターネットや SNS で公開されたが、その後も撃破や路獲されたとする動画や画像が多数で回っていて、8月中旬にドローンによる攻撃を受けて崖から転落する T90 の動画が公開されたほか、10月下旬には自爆攻撃型ドローンが T90 に突入する動画をウクライナ国防省が公開されたよ。ロシア軍は保有数が少ない T90M を、ウクライナ軍が保有する戦車を凌駕することが可能な最新型の戦車として自信を持って投入したはずであったが、想定外の損害を被ったことで新規生産を急ピッチで進めているものの、オランダのオープンソースインテリジェンス OSINT 軍事情報サイトである OX が、動画や画像などの視覚的証拠によって分析して発表している兵器の損失数では、2022年2月24日から2023年10月上旬までの間のウクライナにおけるロシア軍戦車は、少なく見ても2472両を失ったとしていて、そのうちの50両が T90M としており、その他にも34両の T90A が破壊損傷あるいは路獲されたり放棄されたりしたとされているんだ。T90M は2021年8月から配備が始められた新型の第3世代主力戦車で、ロシア軍では T90M 以前にはガスタービンエンジンを搭載した T80 を開発して配備していて、優秀な戦車ではあったものの製造費が極めて高価であったため T80 の配備は進まず、その代わりに T72 を大幅に改良して T80 の性能により近づけた T90 が主力戦車として登場したってわけ。T90 は、開発からかなりの年月が経って陳腐化した T72 戦車の近代化改修型として1990年代前半に主力戦車として登場したのであるが、1991年にソ連が崩壊した後のロシア経済はどん底の状況にあり政治的にも混迷の度合いを深めたことから、新型戦車の T90 を大量生産することができず、ロシア軍への本格配備が2000年代以降にずれ込んでしまっていたな。T90M プラルイブはその T90 シリーズにおける最新型の戦車で、電装系やシャシーなども大幅に改修されているほか、出力1130馬力の強力な新型ディーゼルエンジン V92S2F を搭載していて、オートマチックトランスミッション変速によって、操縦に際してはこれまでのレバー式から操縦桿式に変更され、時速 70km で走行することが可能とされているぜ。さらには砲塔形状がこれまでのロシア戦車と比べて一新されているのが特徴で、この新開発された砲塔は、内部の容積が拡大されながらも防御力が強化されており、最新の標準機器などを適切に配置したことによって、乗員の作業効率や居住性などの向上を図ることに成功しているらしい。また、砲塔形状を変更したことによって弾薬配置が見直されて、T72 において誘爆を引き起こす可能性が高いことが問題視された砲塔下部への弾薬配置が廃止され、このことによって乗員の生存率が大幅に向上されているとして、T90 を製造しているロシア国営企業が説明しているぜ。さらに T90M では、装甲にはレリクトと呼ばれる爆発反応装甲が採用されて、対戦車ミサイルなどへの防御力が大幅に強化され、その形状はベースとなった T90 初期型モデルに比べてレーダーに検知されにくくなっているとされているね。T90M の主砲はロシア戦車 T-0 シリーズの後継とされている最新鋭の T-14 と同じ方針である、2A821M が採用されていて、砲弾は秒速1980メートルまで加速されて幅1メートルの戦車用装甲板を貫通することが可能とされる、劣化ウラン弾の装弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFDS 爆雲1や、
戦車の乗員が遠隔操作で任意の地点で爆発させることができる HEU 弾テリニク、飛翔中に軌道を修正できる誘導ロケット弾スプリンテルなどが発射可能であるほか、T80 で採用された QM119M 対戦車ミサイルレフレイクスなども自動装填装置によって車種に負担を強いることなく発射できるんだ。四方からミサイルを発射できるのは旧ソ連製戦車の特徴で、レフレイクスの場合はレーザーを戦車から目標に照射して、その反射を捉えてミサイルを誘導するセミアクティブレーザー方式が採用されており、レフレイクスミサイルの飛翔速度はマッハ1にも達し、その射程は約5000メートルで、その先にある750から800メートル程度の走行近視圧縁交番換算を貫通するというよ。なお飛行以外の兵装には、遠隔操作式 12.7 メートル機関銃が搭載されているな。2022年2月24日に始まった、ロシア軍によるウクライナ侵略に際して、ロシア軍は主力である T-72 とともに T-90A ウラジーミルも投入したのであるが、当初の首都キーウ攻防戦などにおいては、広大な草原での戦車戦といった戦闘展開がほとんどなく、大型の戦車では動きが限定されて運用しづらい市街戦が多かったことから、T-90A はその本来の実力が発揮できず苦戦を強いられ、露覚された例や撃破された例が報告されていたよね。また、ロシア軍では T-90 を大きく損失したことによって、2023年4月にはさらに少数しか生産できておらず、様々な問題を抱えているために最前線に投入されてこなかった。最新鋭の T-14 を投入したことが確認されているみたい。T-14 はロシア軍の次世代装甲戦闘車両シリーズアルマータ共通戦闘プラットフォームを構成する車両の一つで、第4世代主力戦車に相当するぜ。第 3.5 世代とする見方もあるらしいな。なお、アルマータという名称 T-14 をはじめとする装甲戦闘車両シリーズの総称であるため、T-14 自体を指す名称がアルマータというわけではないので注意が必要だぜ。T-90 と同じく125メートル滑空砲が採用されていて違いは少ないけど、車体の前部に乗員を守る装甲カプセルがあり、その中に全乗員が搭乗し守られているね。T-14 はミサイルを発射できる最新の手法や最新鋭の装甲を装備していて、ロシア軍はそれら最新技術がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO に漏洩することを恐れ、これまで T-14 の実戦投入を避けてきたと見られているんだけど、どうやら背に腹は変えられない状況になったものと見られているみたい。ロシアにおける第二次大戦時の対ナチスドイツ戦勝記念日は毎年5月9日に首都モスクワの赤の広場で実施されていて、盛大な軍事パレードが開催されているが、2023年もロシア軍戦車が軍事パレードに参加したものの、その戦車が第二次世界大戦時に運用されていた T-34 で、しかもたった1両のみであったことをオランダの OSINT グループなどが X に投稿していたよ。T-34 は第二次世界大戦から東西冷戦時代まで、改良を加えられながら旧ソ連の主力戦車として約8万4000両が生産された旧ソ連戦車の中でも傑作中の傑作とされる優秀な戦車で、対ナチスドイツ戦を勝利に導いた象徴的な戦車として、戦勝記念パレードに登場するのは当然であり、2020年のパレードには多数の T-34-85 が参加していたのであるが、これまでは最新の戦車を登場させて軍事力を誇示するのが習わしであるにもかかわらず、今回 T-34-85 を1両しか登場させなかったぜ。西側諸国の軍事専門家の間では、このことは演出などではなくロシア軍が保有している主力戦車を次々にウクライナの最前線に送り込んでしまったために、もはやモスクワ近郊の戦車部隊においてでさえパレードに参加させるための20両程度の新型戦車がないのではないかとの見方が広がっているらしい。ただ、T-14 は2017年には量産が開始される予定だったものが2020年に遅延され、エンジンや赤外線装置のトラブルが発生したためさらに量産が遅れた上に、2020年からの新型コロナ災いの影響によって様々な試験などのスケジュールが遅延してしまい、現在配備されているのは数十両程度とみられ戦力としては数が少ないってわけだ。
ウクライナの最前線のロシア軍部隊ではこのトラブルが多く扱いにくい T-14 を配備され、もし万一故障が発生して路獲でもされようものなら責任を追及されることになるとして、T-14 が配備されることを拒む指揮官が多いとの噂もあり、現場で喜ばれない新兵器とされているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。